今回使用したタックルはね、私がこれ開発しました88のメタルブースターですね、SMT 金属繊維をもスーパーメタルトップのチップに使ってるんですけども、まあどっちか言うとハルイカで大きいエギオというターゲットで、まあ、作ってるのは作ってるんですけども、これがまた何ていうんですか、このティップの重さでこの小さい営業を割と遠くにキャストしやすいで、遠投が効くんですね、ロッドがうまくしなってくれて、なんかこううまく押し出す形で結構ちゃんと遠投が効くで、その遠投が効く上に今度このバット部分ですよね、バット部分でこのティップ部分はティップからベリーっていうのは割とこう見てもらったら分かるように少し柔らかめなんですよね。スッと入ってくれる営業仕様になじまして、どっちかというとアクション営業アクションこうさせるというよりも待ち、その要は営業止めてスーッとこの食わせの間を作ってる時のこの待ちを楽しむことなんですけども、注意するのは今みたいに秋にしっかりとしたクイックなアクションを取ろうと思うと、ある程度こうロッド自体が吸収してスポイル、エギの動きをスポイルしちゃうんで、そいつはしっかりとベリー側でガツンとしゃくってあげるような状態でアクションさせる、ちょっと強めにアクションさせてあげた方がいいと思います。通常の固めのロッドよりも少し強めにコンタクションさせてあげて動かしてあげた方がいい。で、こいつですね、今回ちょっとまあ割と活躍してくれたんですけど、3号のこれタイプ S、ラトルの、ね、タイプ S なんですけど、フリーホールでね、ナチュラルにゆっくり1メートル6秒ぐらいで落ちていく駅なんですけども、こいつをうまく主要に乗せて沖で流しながら口を使わした、先ほど言ってたみたいにラインを本当にフリーでラインをフリーで落としながら食わせの間を作って、でラインの当たりを見て取りながらラインの動きで回してと、そういう動きでこのラトルをうまく使っていくんですけど、これもまあしっかりとドンダクションさせてあげると綺麗にクイックに横にダートしてくれるエギなんで、しっかりと見せて止めて違和感なくしっかりと止めてフリーで止めてあげて食わせる。で今度これ割と穏やか、今日みたいな穏やかな時だとテンションきちっと張ってあげるとスッとこう少し水平になり気味にさらにゆっくりと落ちるんで、さらにゆっくり食いしぶった時なんかさらにゆっくり落として、それでまた食わせのタイミングを作ってあげる、そういう風に適した、まあバトル自体はねしっかりとイカを集めるかなというところで面白いので、ぜひ使ってください。今回はねイグジスト、私はメインでイグジストを使ってるんですけど、これ2508のハイギアのですね、ハイギアで持ってきます。でラインは、P エギ、サンラインの P エギ ULT、 これがね 0.45 巻いてきてます。で少しでもライン補足して小さいエギを遠くへ飛ばす、まあ、そこまでね夜になったけどそこまで小さいエギを使う必要はないんだけども、日中食いしぶったり、あとまあゆっくり本当にゆっくり落としたり、本当にクイックにアクションさせたい場合なんかは割と小さめのエギを使うんで 2.5 も3も使うんで、そういう時なんかはこのラインをなるべく細くしてあげてやってあげると遠投も効いていいと思います。でシステム自体は FG で組みますんで、リーダーは今回はこれ 1.75 ぐらいで巻いてますね。でこのリーダーの長さでまたその要はこのリーダーやっぱ伸びるんでね、よりクイックなアクションをさせようと思うとリーダーの長さを少し短くしてあげるとかしてあげると営業にしっかりとしたアクションが伝わるかなと思います。今回このハッスルナイト、ラトルのタイプ S ですね。でこの3号、これがなかなか良かったですよ。水質ちょっと濁ってたんですよね。ピリッとしない水質というんですか、水塩っぽくてちょっと濁っててよろしくなかったんですけども、その中で、少し夜光で目立たせるっていう意味と、あとはまあピンクで
赤系がやっぱり、あの赤系がなんていうんですかね、その赤系だと水中の中で少し濁ってる時に遠くまで色を発見できる色なんで、ある程度やっぱりその辺意識しながら少し夜光に目立たせながら、これが割と良かったです、反応として。でこれタイプ S なんでゆっくりゆっくり沈むタイプですね、これ両方ともね、ゆっくりゆっくり黒で、杭がなかなか活性が低かった、潮も動かない活性が低かった状態だったんで、割とゆっくりめ、早めに落としたりもいろいろここを見ながら、最終的にはこのゆっくり落として食わしたと。で今回のこの新色ですね、ラトルシリーズのこの新色、エメラルダスラトルシリーズの新色と、これはもちろんラトルの入ってるタイプですね。でこのダートにも新色があります。これちょっと今回3色しか今ないですけど、これも音鳴らないタイプの新色、ダートね、エメラルダスダートシリーズですね。基本はね、しっかりラインのこの、あのスラックを取って、まあ、あのパンパンと弾いてあげて、キビキビしたアクションを混ぜながらやっぱりやった方がいいと思うんですね。で、その、どうですかね、普通にショートジャークやるときでも、その僕ちょっとグリップエンドでエンドタップしながら、あのしゃくりは入れるんですけど、そのワンアクションワンアクションですごいクイックな本当に初速の速い動きを出そうと思った時に、もっとロッドのシナリオを使ってしゃくってあげると、まだそれでファッという速い動き、エギのすごい速い動きが演出できるんで、そういうのをうまく混ぜながらスイッチを入れる、その食わない、もうやっぱり口を使わない、塩が良くなくてダラダラしてるやつにポンと口を使わそうと思うと、そういうところがすごく大事だったりするんですよね。肩が徐々に大きくなってくるんですけどね、そのポイントがやっぱりそれなりに動いて変わってくるかなっていうのもあります。その少し深めの、今回ちょっと硬いの狙おうと思って少し深めの、どう言ってんですか、ワン入り口の外の岬のちょっと深くなってるところを打ちましたけど、ああいうところをうまく潮をバーッと流れ、あの潮の潮目ができて回遊してくるやつっていうのは少し良くなってくるとドッと入ってくるんですよね。で割と進行が始まる最初のシーズンっていうのは、その割と浅めのところに下りが点在したり岩が点在しているところにバッとついてることが多いんですけど、 そこでもうまいこと狙ったらたまにポンといいのが出るんですけど、基本進行はそういうところで、ポーンと深場に落ちたところでってのはなかなかまだ個体が小さいと落ちてこないんで、入ってこないんで、なかなか釣りはしにくいんですけど、でもまあ丁寧に言ったらね、今回みたいにポーンといいのが一つでも二つでも出てくれる、あれが割と肩狙いの釣りになってくるんですよ。ただ肩狙いで言ったらやっぱ数をね、なかなか釣ることができなくなってくるんで、その辺もうまくやらない。で晩秋、その秋どんどん深まってくると、それなりにまた肩が良くなってきて深場にもいい感じで落ちてくるんで、そういうところで両肩が数釣れたりはするんで、ポイントをしっかりと見極めて、そこででも同じようにクイックなアクションも必要ですけども、やっぱ食わせの間を本当に自然ナチュラルにきちっと取れるように、活性の高いやつっていうのはバンバンしゃくって止めてテンション張っててもバーンと持っていくんですけど、だんだん杭が悪くなってくると、少しの違和感もエギに与えないようにした方がいいんで、今回使ったみたいにタイプ S とかをうまくラインをフリーにしてうまく漂わせるような状態でしゃくった後の食わせの間をうまく取ってあげると杭が立ってくると思います。その手前のアクションとしてもやっぱりポンとクイックなアクションを一投した時のキャストで何回かこうパパンと折り混ぜてあげると、メリハリがついてパッとスイッチが入ってパッと食ってくることがあるんで大事だと思います。でも動かすことばっかりに
あの集中しちゃうとまたそれはそれで良くないかなと。やっぱりその間をしっかり取ることを大事にした方が